ですね、あれこれでいいんだよね。ですね、また、試験放送をやってみようかと思っておりまして、これは何かっていうと、今度はまた松屋式の入れ方のやつをやるんですけど、今度はもう少しこのアップが綺麗に取れる位置を一応用意しました。だからその状態で実際に松屋式をもう一回説明がてらちょっとやってみたいと思うので、どんな感じになるか、まあ微妙に期待しておいてください。それでは始めたいと思います。まずはですね、コーヒーの入れ方の段階で一番最初に必要なのは、この松屋式の場合はこの金枠とペーパーですよね。で、ペーパーは折り方があります。この折り方はこのミシン目の部分を一回折り曲げます。そしてこれを開きます。で、開いたらこの折れ曲がってるこの部分を2つを合わせます。そして親指と人差し指でつまみます。こういう感じですね。で、この半分までこのように折り曲げるとこれが開きますね。こういう感じで開きます。ですからこれを最後まで折り曲げちゃうとこれが四角になっちゃうんで、ここまでですね、半分まででやめるのがポイントとなります。これを、金枠にセットしますよね。で、この状態になりますかね。で、ここか、ここだね。この状態の中に、コーヒーを入れます。で、コーヒーは一回平らにならしますね。で、平らにならして、この状態で穴を掘ります。で、穴を掘るときはこの背中の部分を使います。背中の部分で真ん中に深く、スプーンを入れたらそのまま上に持ち上げてきます。この背中の方で穴を掘るとこのコーヒーの粉が、戻ってきません。つまりコーヒーの粉をこう上に持ち上げた後それが崩れてくることがないんですね。だからこの状態だときれいに深く掘れます。特に新鮮な、粉を使う場合は特に背中を使った方が多分うまくいくと思います。特に素人の方は、初心者の方はまずそちらのやり方を覚えた方がいいと思います。そして当然お湯が必要なんでお湯を用意しますね。で、このお湯に関してはですね、ポットのお湯で全然いいです。新鮮なお湯でなくていいです。新鮮なお湯というのは暴れやすいんで、僕はコーヒーにはあまり向かないと思ってます。だからポットで沸かしてあるものであったり、あとは沸騰してブクブク沸騰しておるようなお湯を使ってやればいいと思います。その状態のお湯をドリップポットに移して、それで使えばいいと思います。で、うちの場合はどちらかというとドリップポットに移した後、つまり沸騰ポットに入っているお湯を使うので、沸騰ポットに入っているお湯の場合はちょっと湯の温度が低いんで、一度95度に上げます。この95度に上げるというのは何のためかというと、コーヒーのこのお湯の温度はものすごく高い状態にすると、もともと蒸気が潤沢にあるんですね。その潤沢にあるお湯の方がコーヒーの粉の中の炭酸ガスを抜くときには非常に都合がいいと。だけど沸騰しているとどうしてもその、コーヒーを入れる前段階にこのお湯が暴れるという欠点があるんですね。その部分を防ぐために95度という温度を使います。そしてこのお湯をこうやって軽く振りましてですね、
で、あの蒸気を一回抜いてやるんですね。それで暴れないお湯を作ります。それではまず、蒸らしに入ります。この真ん中に、このコーヒーのこの穴を掘った真ん中にお湯をかけます。これは細くです。できる限り細くお湯をかけます。で、下に落ち始めるようになったら、ここで初めて濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分にお湯をさしていきます。基本的に濡れてるとこと乾いてるとこの境界部分とは言いますけど、これは境界部分より外側の乾いてる部分にかけてください。濡れてる部分というのは、簡単に言うとコーヒーの粉が動きやすいので、そこには基本はかけません。で、全体に行き渡ったら、ここで3分間の蒸らしに入ります。で、3分間の蒸らしに入ったら、ここで当然このコーヒーの粉の中の炭酸ガスを抜きたいんで、この炭酸ガスを抜く一番簡単な方法は湿度を上げることなんですね。だから湿度を上げるためにはここに蓋を着せた方が湿度が上がります。つまり湿度が 100% になるんで、湿度が上がるということはコーヒーの粉の中の、コーヒーの粉の中というのは結局炭酸ガスがあるけど湿度がゼロなんですね。焙煎っていった状態なんで湿度がゼロになってます。その状態に対して外側に水蒸気が充満されると外側が湿度が100になるんで、結局そこには湿度の差ができるわけです。そうするとその状態では平行状態に持ってきたいというふうに働くので、中の、コーヒー豆の中に入っている炭酸ガスが外へ出て、湿度を下げようとして、外側の水蒸気は中に入って湿度を上げようとするわけですね。だからそこのとこで、3分間そのまんま、せめぎ合いをやるとどうなるかというと、結局は、まあ、基本的には湿度 100% の状態で収まってしまうんですね。つまり圧倒的に、水蒸気が多いために湿度 100%、 つまり中の炭酸ガスが全部放出された状態でだいたい落ち着くんです。それにかかる時間が約3分間。で、実際にはこのドーム型の蓋の場合はもう少し早く実際にはできると思います。つまり平らな蓋の場合は結局は炭酸ガスが抜けるためのスペースがないんですね。それに対してドーム型の蓋の場合はその炭酸ガスが抜けるスペースがもう最初から用意されている。そのためにスムーズにこの炭酸ガスを抜くことができるっていうのがこのドーム型の、蓋の特徴となっております。だから通常3分間かかるところが、例えば急いでいるときは例えば2分とか2分半とかそういう風でも OK ですね。で、実際に3分間絶対に蒸らさなければならないというものではなくて、コーヒーっていうのは当然焙煎してから時間が経ったコーヒーの場合は、どうしてもガスが抜けてますから、ガスが抜けてる場合はもうもっと短くてもいいです。お湯が中まで入り込めれば成分は溶けるんで、もっと短くしてもいいですよね。だから焙煎からどのぐらい経ってるかによってそこの時間はある程度こう融通が効くと思います。で、実際今3分間経ちましたね。で、3分間経ったコーヒー、この状態に、なりましたら、次には何をやるかというと、当然抽出に入ります。抽出っていうのは、今まで炭酸ガスが完全に入ってたものが、炭酸ガスが抜けたから、次にお湯を差すと、このコーヒーの粉の中までお湯が入り込むことができます。だから入り込むっていうことは、一気に成分が溶かせる状態になります。その時にまず大事になるのが、このせっかく作られたコーヒーの層を崩してはいけないということです。つまり穴を掘った状態から、この形までなるということは、この真ん中の部分のコーヒーの粉は実を言うと隙間だらけになっています。
だからその隙間だらけのところに重たいお湯がドーンと入るとこれは崩れてしまいます。じゃあ崩れなくするためにはどうするかというと、その隙間にお湯を埋めることが必要なんですね。その隙間を結局お湯で埋めることが必要です。じゃあどうやったらお湯が埋まるかというと、結局は下から水位が順番に上がってくるようにお湯をコントロールして刺すことです。その時にコーヒーの層を崩さないためには、この真ん中と一番端っこの真ん中のこのコーヒーの層の薄いところにお湯をかけて水位が上がるまで待ちます。で、水位が上がる時っていうのはどういう状態かっていうと、コーヒーが下から落ちてくる状態になってから初めておもむろに真ん中にお湯を刺せばいいということになります。じゃあ一回やってみます。この真ん中と端っこの真ん中のこの辺ですね、これは水位を上げるためなんで、どちらかというとお湯を多めに刺して早く回します。で、落ち始めたら初めて真ん中にお湯を刺し始めます。で、真ん中をすごく丁寧に刺します。これはなぜかというと、真ん中を丁寧に刺すのは真ん中が一番コーヒーの層が厚いんですね。つまりコーヒーの層の厚いとこにお湯を刺す必要があるんですね。で、一番端っこはコーヒーの層薄いですから、すぐにもういい加減な感じですっと終わらせてすぐ真ん中へ戻ってください。そういうふうにお湯の刺し方をすると、基本は真ん中に7割のお湯が刺され、外側は3割ぐらいしかお湯が刺されないことになります。そのようにお湯を刺して、で、このコーヒーというのは旨味が溶け終わった時点でやめるのが基本的なパターンなんですね。で、旨味が溶け終わるというのはどういうことかというと、ものすごく濃く出てるコーヒーがだんだん薄くなってくるんです。だからそのだんだん薄くなってくる、つまりこの部分がコーヒーが薄くなってきたらこの部分でやめます。つまりこの部分でやめて、あとは薄めちゃっても構いません。つまりこのコーヒーはものすごく濃いコーヒーなんで、この濃い状態では基本は雑味は溶けないんです。だから雑味のないこの濃いコーヒーをそのままお湯を刺して薄めちゃいます。そうすると基本的にはうまみだけのコーヒーが作れるわけですね。つまりうまみだけのコーヒーというのは雑味が入ってない安定したコーヒーなんで、このコーヒーは、濁りが出なくて長時間劣化しにくいコーヒーになります。で、これはしっかりかき回してください。これどうしてかというと、今入れたコーヒーというのはものすごく濃く出るんですね。で、濃いものとサラのお湯っていうのは当然濃度がないんで、薄いコーヒーっていうのは混ざりにくいわけですね。だから混ざりにくいそのコーヒーの濃縮した液体と お湯というのをしっかり混ぜた状態にしないとコーヒーというのが水っぽくなります。だからそこだけは気をつけてください。まあそんな感じで、やると一応コーヒーの一応松屋式の入れ方という感じになって、まあとりあえず試験的に2回目をやってみました。こんな感じで。